ダビド・ベリオンはフランス・パリ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはフォワード。14歳より名門カンヌのユースチームに所属。2001年、ほとんど国内での実績がないにもかかわらず、イングランドのサンダーランドと契約を結んだ。初年はほとんど活躍の機会がなかったが、2002年にリーグ初ゴールを決めると、トップチームでプレーする機会も増えた。 2003年、サンダーランドの降格に伴い、マンチェスターユナイテッドへ移籍。しかしながら、マンチェスターユナイテッドでは分厚い選手層を前に、出場機会は少なく、さらに2005から06シーズンに期限付き移籍した、ウエストハムユナイテッドでもインパクトを残せずに終わった。2006年1月、再びオグックニースに期限付き移籍。4年半ぶりに母国に戻るとここで15試合5ゴールと、 まずまずの成績を上げ、完全移籍を勝ち取った。2007年には、約200万ユーロで FC ジロンダンボルドーに移籍。1年を通して、レギュラーとしてプレーし、初のシーズン2桁得点を挙げるなど、チームの2役心に貢献した。2011年1月、半年間のローンでニーズに復帰した。2014年7月、ボルドーとの契約終了後、 フランス全国選手権のレッドスターへ移籍した。2014年8月8日、1から3で敗れたアウェーのアミアン戦で出場を、果たしゴールを決めた。2015年5月8日、イストル戦でも得点を挙げ、ホームで4から0と勝利し、チームのリーグズ昇格に貢献した。2016年に現役引退を発表した。ありがとうございます。